大体の日本の女性は、なんていうかっていうと、考えたことない。まだやりたいことがない。とりあえず男性に合わせればモテると思って、まあ男性の仕事をそのまま従ってその状況によく未来の旦那に合わせるとか言う人いるんですけど、絶対やめた方がいいです。こんな考え方を持ってる人は人気ないです。韓国の男性が日本人が可愛いと思うのが、皆さんこんにちは。ジンです。今日はですね、シングルの女性の方の中で韓国人と恋愛をしたい方、韓国の男性に必ずモテる方法について話をしてみたいと思います。基本日本の女性は韓国の女性より気が強くない、よく人の話を聞いてくれる、配慮がある、可愛いっていうことでモテるっていう認識があるんですけど、それだけを考えて本当にそれぞれやるんですよ。その話通りにはするんですけど、概念は合ってるんですけど、その通りにしてはいけない、その通りにするときに気をつけた方がいいところなど今日説明をしてみたいと思います。まず人の話をよく聞いてくれるっていうところからいきたいと思うんですけど、まず男性にすごいと言わないということですね。なんか何言ってもすごいって言いません？本当に何言ってもすごいですよ。こうすごくなくても口癖で出ちゃうんですよ。だからそれを口を閉じてほしいんですよ。すごいと可愛いはもう口癖。そうなんですよ。いや、女性同士で可愛い可愛いっていうところまで男性は何も言わない理由が興味がないからですよ。ただ自分に対してはやっぱり褒めてくれたりとかっていうところは興味はあるんですけど、すごいだけはやめた方がよくて、本当にそう思うならばすごいって言っていいんですけど、そう思ってないのに言っても意味がないんですよ。例えばこういうメガネとか、お今日メガネ買えたのとか言ったら、男性が言いたいの、おこれね9800円で買ったのねって言ったら、すごいって言って、そのすごいの意味がお似合いですねしか言わないじゃないですか。で、聞いたら気分がいいって皆さんも多分経験あると思うんです。前に付き合った男性はとりあえず褒めたらよかったよっていう人多いじゃない。それで結婚しましたか？別れてるじゃん。今の人はもう分かってるんですよ。すごいすごいにも慣れてるから、すごいがあなたの魅力のアピールに絶対プラスになりません。日本人の可愛さがすごいではないんですよ、今は。前はあったかもしれないけど。そして男性の方が言うには理由があるんですよ。これをどこで買ったのかが重要なポイントなのか、9000いくらで買ったのかが重要なのか、でその後にもう一つ聞いてから、本当にこれってすごいことだと思ったら、その時にすごいでいいと思うんですよ。だから考え直して、두번생각해、ロゼみたいに두번생각해、トゥルトゥル。お風呂掃除をあんまりしてくれないっていう友達がいて、旦那様がまあたまにしてくれて、まあその子から見たら完璧じゃなかったけど、まあしてくれたのが嬉しかったから、すごいすごいって言って乗り気にさせてるっていう子がいて、全然日本人同士なんですけど、そういう時は別に韓国人の男性もまあもちろんやってくれたわけだから、言われたら嬉しいっていうか、まあ、そういうのはあるんですよ。うん、そうですね。ただ話がずれてますよね。観光の男性にモテる理由なのに、すでに一緒に住んでてトイレの掃除までさせるんだったら、多分こんな話聞かないと思うんですよ。でも今質問が出たので言いますけど、はっきり言った方がいいですよ。普段一人で、やってる時は興味ないくせに、今日はやった可愛いねこいつって言えばベストですよ。それがすごいですよ。ただやったら、すごいねって言ったら、多分次からやらないと思う。別に褒められてるのかどうかわからない。そのぐらいすごいって言われても、もう日本人の口癖っていうのがわかります。その次、まあすごいからも似てる話なんですけど、興味がなくても興味があるふりをする。興味を持つっていうことがやっぱりモテますね。興味がないのに無駄な質問ってすごいあるんですよ。どこ住んでますかって言った時に、皆さんはソウルとかプサンとか多分イメージするんじゃないですか。で、男性は多分、ヨンスクよ、マジャンドンよ、すごいって言うんじゃないですか。どこですかって言ってるのに、どこですかなんですよ。どこか分かりますよ、どこですか。そうした時に、あ、インチョン연수ソウルマジャンドン言ったら、すごい。何がなのかが、もやめて。はほんとやめた方がいいですよ。やるときになんでやめた方がいいかっていう、陣地が伸びちゃうんですよ。その中でも日本人って陣地長いのに、になるんで、はやめた方がいい、正直。あんま綺麗に見えない。人中の話出てくるんですけど、韓国人男性本当一般的にそんな人中の長さすごい見てるんですよ。見てる。人中攻撃とかよく言うんですよ。人中伸びてる人に人中攻撃。私も結構わざとだから言ってるのもあるんですけど、人中は長いと老けてるように見えて、なるべく短く見えるメイクするんですよ、韓国の女性は。人中が長いとドレスも目立つし、口も大きく見えるし、
顔も大きく見えるし、はい、良くないですよね。そのまあ日本人の場合、分かんなくても相手が言ってることに興味があるよっていう、そういう PR をしたいっていう多分気持ちだと思うんですけど、うん、じゃあそういう時はどうしたらいいんですか？だから興味がなければ無視でいいですよ。でもモテる人の基準なので、まず相手が今何を聞きたいのかを考えてすぐ投げるのがまあセンスなんですけど、だからモテるためにはそのぐらいは必要ってことですよ。皆さんよくモテる方法を教えてくださいって言うじゃないですか。どうせやらないんですよ。方法をこんなに細かく教えても、あ、褒めればいいんだ、すごいすごい、褒めるイコールすごいってしか考えてない。それ以上のニューロンを発達させたくない人が、でもモテたいんですよ。だからモテないんですよ。男性ってよく論理的っていうのは知ってるじゃないですか。だったら自分も論理的な人間じゃない人間っていないんですよ。私は感情的っていうのはないんですよ、正直。より誰、男性よりちょっと感情は盛るかもしれないけど、女性だから論理的じゃないっていうのがない。でも皆さんは論理だったら論理、感情だったら感情しか考えないんですよ。女性は感情的でいる、まあ男性は論理的とか思うじゃないですか。そんなことないって、論理的に思考ができるのに、例えば麻雀道具知らないって言われても、知らなかったんだったら、ソウルのどこら辺にあるんですか？何が有名なところですか？とか。質問をした方が良くて、でも何が有名ですかって言った時に、何も有名じゃないよっていうのが来る可能性もあるんですよ。その時にまたじゃないですか。だからそれも考えて言わないといけないので、何がいいかを言った方がいいんですよ。実際そこは結構住んでますかとか、人口はどのぐらいですかって言った方が、そうするとその次は比較でもできるんじゃないですか。なんかでも面白いです。その日本人の男性にそうやって聞いたら困りそうじゃないですか。人口めんどくさいって思う。そう思う。うん、だから皆さんが興味ある相手は韓国人じゃないですか。だからまあ日本人とはちょっと別で考えた方がいいですよね。だから服とかも男性が持ってきて、それを自慢げに言う人っていないと思うんですよ、男性は別に。本当に興味がある人は自分がアドバイスもしたいし、親しみもそこから出すし、そういう人がモテるでしょ。例えば男性が服を買いました、お、見たことないんだけど買ったの、うん、こんなアプローチだったら男性は、あったよ、あったけど、あなたに会う時初めてだったとか、ああ、もう会うために買ったよとかあるじゃん。そういう時に逆に指摘もしてあげる。この色いいの、私があなたこれ着たらいいなと思ったのあったのに、これもいいけど次私と行こう、選んであげるの方が実際興味があるんですよ。で、将来韓国で住むのはどうとか、今仕事してるのずっと やっていくつもりとか、何歳後に何がしたいとか必ず聞かれるんですけど、大体の日本の女性はなんていうかっていうと、考えたことない、まだやりたいことがない、あとこういう人もいるんですよ。とりあえず男性に合わせればモテると思って、まあ男性の仕事をそのまま従って、その状況による未来の旦那に合わせるとかいう人いるんですけど、絶対やめた方がいいですよ。荷物なんですよ、荷物。そんな考え方を持ってる人は人気ないです。韓国の男性が日本人が可愛いと思うのが、日本の女性はすごいしっかりしてるのに、プラス男性のために自分の時間も使ってあげたりとか、プレゼントもしたりとか、余裕がある感じ。可愛いのに、そんなのがしっかりできてるから可愛く見えるだけで、しっかりしてるところがないのに、表参道行って髪ばっかりリーズみたいに染めたって可愛くないんですよ。あとツイッターやめた方がいいですよね。なんでですか？まず自分の話をどんだけちゃんと相談する人がいなかったら、そんな誰もが見てるどうでもいいところに書くかなんですよ。それが仕事な人はいいんですよ。イーロン・マスクとかは全然やっていいんですよ。あの人は何を言ったって自分の株が上がるから。でもあなたはやればやるほど自分の株下がるんですよ。で、反応がなかったら余計にまた書きますよね。もっと下がるんですよ。前に韓国ではもうツイッターほとんどやらないよって言ってたじゃないですか。それは今ももっと減る一方なんですか？ツイッターはもうすでに韓国でメジャーじゃないんですよ。そして情報として見るものじゃなくて、もう本当週刊誌みたいな感じ。誰も信じない。子供がやってる。もしくは海外の情報をなるべく早く入れるために使うとか、まあアイドル好きな人が使うとかぐらいです。私も電車に乗ると女性が爪が1メーターぐらいこうあってやってるのを見ると、やっぱりインスタなんですけど、インスタをやってるのを見ると大体アイドルとかなんですよ、まあ、えないくんとかトレジョとかですよ、やっぱり見てたら。なんかでも結構若い子たちで、それこそ何か調べたいときに Google 開くよりもインスタ先に開く子結構多くなる。うん、あ、だから別にアイドルが好きとかっていうのは、自分の趣向なのでいいんですけど、自分の彼氏に会った後の感想とかを、良かったでも悪かったでも一言も書かない方がいいです。これは次の話にもつながるんですけど、周りの人に自分の彼氏の自慢をするなっていうことですよ。これはまあツイッターの話ともちょっと紐づいてるんですけど、まず自分の話をされるのが好きな男性、嫌いな男性、まあ両方いると思います。
日本の男性も多分そうですよね、まあ、自分の話を逆に友達とかにしてほしい、ああ嬉しいねっていう人もいるかもしれないし、でも韓国の男性はまあ韓国も半分もいるんですけど、でもそんな乗せる必要がないですよ、基本やる必要がないですよ。よく考えて、自分の顔綺麗って分かっててフィルターかけないで乗せる人いますか？で、自分の体が綺麗だとしても欠点とかは全部隠してわざわざ谷間作ってこうやって全部やってるじゃないですか。そういう写真ばっかり、誰か気づいてくれよ、自慢してるんだ、そういうなんか綺麗なところ、絶対美しいと言われたいところであるんですけど、彼氏もそうやって使うんですよ。でもそれを男性は全部気づいていて、これすごい非常に危険なんですよね。例えばおっぱいいつも谷間作っていつもフィルターかけてる人がツイッターとかに、私今日彼氏と会ってきた、すごいドキドキした、なんかキュンキュン、次いつ会う、자기야사랑해 I love you 쪽쪽병잘자요、いや無理ですよ。髪触らないでほしいですね。よく韓国のねアイドル、ブラックピンクとかアフタースクールのレベル、髪よくこう巻いててやってたのね。よくこうずっと触るじゃないですか。最近はしかもトドミアンモリって言ってこう、でそれ気になるからずっと触るでしょ。それすごい汚く見えるんですよ。あの前髪を作る人は、皆さんが参考にしてる人はインスタのインスタかヨネインですよね。この人たちってその前髪触るかよく考えてみ、触らないんですよ。で、それ皆さんが山手線乗るときにバーンになって、これ絶対こうやるんですよ。だから絶対ダメなんですよ。ずっと高級セダンに乗って、解除まで行って、外で風を一回も当たらない人が、ずっとアーティストがついてて髪を直してくれる人がやる髪ですよ。だから一般人がやっても無理なんですよ。私だって髪これやってるのになんで彼氏はこれ褒めてくれない？当たり前だよ！髪触ってるから汚く見えるからですよ。髪を触るんだったら前髪作らないで伸ばした方がいいんですよ。ユインナとかパンミニョンとか、なんでそんなセクシーに見えるか分かります？前髪がこうやって出てて、自分の顔ちょっとこう隠してるからなんですよね。その隠してって言うから、とこうメイドカフェみたいにメガネの中に前髪入れて隠すのはやめて。そういう意味じゃない。こうウェーブがこう自然にこうあるけど、やっぱりこうポロッと落ちてきて、これが本当に仕方なくこうなるみたいな。でもあれ落としてんのってわざとですよね。わざともありますけど、それはわざとでもいいですよ。髪を絶対触るなっていう汚さじゃなくて、これだけこうやって目がこうやってる時にすっごいブサイクなんですよ。正直目は相手にこうやって話しながらこれこれ分かります。こうやってるから髪が自然に落ちくって笑ってて落ちてるから、こうやると相手に勝手な期待をせずに自信を持って行動することですね。自分が考えて相手に言って期待通りに反応が来ないから一人でがっかりしてる人結構いるんですよ。例えば相手韓国人だから韓国の話適当にすればいいと思って、今日は友達と新大久保行ってきたよとか言うんですよ。あんま反応ない。で、そこで結局、なんで反応がないのかっていうと、あなたは結局何言うか分かります？いや、新大久保駅めっちゃ多い人、めっちゃ多いって言って、友達と今日行ってこれ食べて、その中で2時間待ってて、ホットドッグ食べて、うわ、コスメめっちゃ買った、めっちゃ買った、2万買ったよ。終わりなんですよ。だから、まず自分に興味を持ってくれないと、それはそれでまたがっかりするでしょ？自分が話してんのに。それが本当に相手があなたの話を聞く気がないからか、面白い話をしてないあなたに問題があるかは考えた方がいいです。だから本当にどんな話を相手にした時に、相手が喜ぶかっていうのを自分で考えてみてほしいんですよ。韓国の男性がなんで優しい、なんでそう思うかわかりますか？あなたがやってほしいことを彼氏がやってくれるからでしょ？彼氏は自信持って行動するんですよ。リスクが高いんですよ。カバンも持ってあげたり、ドアも開けてあげたりとか、こう内側立ったりとか、もう全部私から見るとちょっと幼稚ではあるんですけど、やっぱりそれだけでオーバーするのよってリスクあるんじゃないですか。女性から嫌がるリスクもあるし、でも相手がこれやった時に喜ぶんじゃないかなっていうのを考えててやってて、結局相手とそのニーズが合うから優しく見えるんですよね。あなたは彼氏に何ができるのかを考えてみてください。本当、誕生日に何のプレゼントすればいいですかすら他人と相談しません？相手に何をすればいいのかはあなたが決めないと、それは絶対モテないと思うんですよ。他人が言ってくれてそのままするプレゼント、それもらいたい男性いないです。その次アイドルの話するなぁですね。まあ、男性は聞きたくありません。する自体はいいんですけど、する相手が間違ってる。こういう曲が好きだなって話すのはいいんですか？聞かれた場合ね。だから話をするのはいいんですよ。でも、あの人付き合う1年で1回でよくないですか？一番最初に聞かれた場合、誰好きですか？あ、BTS のジョングク好きです。はい、終わり。はい、はい。
その次からピアスを何個開けたとか、テテと何があったとかっていうのを言ってもわからないですよ。もしアイドルの話に興味を持ってほしい女性は、自分は聞く準備ができてるかなんですよ。彼氏が中古屋さんで買ってきた BM3 がミッション2段から3段に変速する時の RPM はどのぐらいで滑らかで変速できるかっていう話を本当に冷静に聞いて、すごいと連発せずに褒めてあげる自信がある人はアイドルの話していいと思うんですよ。なるほど。で、女性がそれを聞く話ぐらいに聞こえるってことですよね。車を使えるんじゃないですか。車は明日乗れるんじゃないですか。でも彼氏は明日ジョングクに会えないんですよ。だからアイドルの話いらない、正直。今ので分かりました、大変さが。ものすごい分かりやすく説明して趣味を合わせるかは重要です。今の話でちょっと例えてみると、うちの車はね、中古でこうなんか3段から4段のミッションするときに車がカタンとなるんだよね。3段じゃあ4段になるときに教えてくらいは言えるじゃん、女性がピューンって言ったときに本当にカタンとした、お本当だになるじゃないですか。あ、これはなんでは聞けるじゃないですか。で、本当わからないっていう女性もいるんですよ。わからないでしょ、だって運転をしてないとわかんない。で、それで男性は多分そこまで聞いてくれてるのに、なんでそんなのわかんないのとか、お尻に脂肪がどんだけついたらわかんないとか言う人いないじゃないですか。だから男性も多分言うとは思うけど、ジョングクって誰、 BTS 何人、でもそれ、前言ったじゃんになって喧嘩になるのは良くないですよ。そういうのはちゃんと、でも本当は多分興味なくてもやっぱ聞こうとはしてくれるんですね。まあ人によると思う。そうだから聞くだけでもすごいと思わない、うん、ということで韓国の男性にモテる方法についていろいろ話をしてみました。結局自分が自信を持って相手を配慮することが、ただ褒めるだけではないという話です。そして自分がブレないように、自分が自分自身を愛することによって、周りに変な雑魚は来なければ大物しか残らないようになるので、今すぐにはちょっと寂しい感情があっても、本当にちゃんとしたい人一人に会うために雑魚はなるべく排除していきましょう。今日の内容が役に立ちましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。これからも恋愛の話、相談したい内容があったら、インスタ、DM、メールなどでリクエストお願いします。そして私のチャンネルに出演ご希望の方、もし YouTuber さん、日韓カップルの方がいましたら、ぜひご連絡ください。それで皆さん、アンニョン。